コンラートフォン・マールブルクコンラートフォン・マールブルクは中世ドイツの修道士、異端審問官、十字軍運動指導者。マールブルク・アンデアラーンを中心に活動し、聖女エリザベートの国会主婦として知られる。コンラートの記録が最初に見られるのは1214年に行った説教についてである。資料にはマギスターや修学者として しばしば言及されており、おそらく大学、しかもパリ大学で学んだものと思われる。コンラートが最初に活動したのがエルザス地方であったこともそれを裏付けていると思われる。後にラインラントやチューリンゲンに移り、十字軍に参加する洋軍衆に呼びかける説教を野外で行い、新たな十字軍運動への機運を高めた。1215年、ローマ教皇インノケンティウス3世から、 ドイツの聖職者の生活態度や信仰を改善させるよう指導する権限を与えられた。熱心な活動を通じて、中林ーリ法白料を収めるルードビング家と信仰を結ぶようになったため、同家に嫁いできたハンガリー王女、エリザベートの死婦に任せられた。コンラートはエリザベートに対して、経験に生活するよう厳しく指導した。さらにコンラートは、 駐輪源砲博ルートビヒ4世を神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世が行う第6回十字軍に参加させることに成功した。さらにコンラートは十字軍に従軍して不在となったルートビヒ4世に代わり駐輪源の宗教指導者となった。コンラートはその禁欲と正品な生活で知られ尊敬を集めた。コンラートが移動する時には熱心な支持者が後に 突き従ったという。こうした宗教的禁欲主義と製品への尊敬は、当時のヨーロッパでの神父に一般的なものだった。一方で、製品運動からはカタリ派やワルド派が生まれたが、カトリック教会はこれを一旦とみなして根絶するよう命令し、教皇グレゴリウス九世は、異端審問官を設置し、異端狩りのために各地の司教から独立した権限を与えた。 コンラートは、教皇から直接異端審問官に任せられた、最初の一人であり、異端審問を独自に行うことができるようになった。ルートビヒ4世は従軍中に病死し、ルードビング家には、若い未亡人エリザベートが残された。コンラートは、エリザベートの未亡人としての遺産相続を、ルードビング家と争ったため、エリザベートと共にバルトブルク城を離れ、マールブルクアンデアラーンに移った。 教皇グレゴリウス九世は自らエリザベートの未亡人としての権利を認める書簡を送った。コンラートはエリザベートの得さ産から病人や貧民を保護する病院を建設し、エリザベートは自らそこで働いた。後に劣勢されることになるエリザベートに対するコンラートの指導は厳しさを極めエリザベートの子供たちを奪って修道院に入れ。 エリザベートをその友人たち同様に無打ったり、監視させたりした。衰弱したエリザベートは1231年に24歳で死去した。貧民や病人に尽くしたエリザベートの遺体には奇跡が起きたと言われるようになり、コンラートは教皇庁に劣勢を申請した。そのためにコンラートはエリザベートの短い電気を表したが、これがコンラートの残した唯一の著作となり、 エリザベートの従者が残した証言と共にこの聖書に関する貴重な記録となっている。劣勢調査は異例な速さで行われることになったが、コンラート自身がエリザベートの劣勢を見ることはなかった。コンラートの下、ドイツでは異端審問が激しさを増していた。グレゴリウス九世の直令を盾に、コンラートは異端審問の期間を短縮し、猶予を与えず、 被告を家計外に送り込んだ。コンラートは異端者を悪魔崇拝者として扱った。コンラートの告発に基づいて、グレゴリウス九世は1233年にドイツにおける異端に関する書簡、ボックスインラマを表している。コンラートは異端狩りのためなら、貴族や諸侯に対しても遠慮なく、接したため、その恐れや憎しみを買うようになった。コンラートは、 ラインラントの有力な支配者、ハインリヒ本インを異端者支持者として告発したが、ハインリヒ三世は、コンダート自身による審問を避け、大使教座のあるマインツ大聖堂で、ローマ王、ハインリヒの隣席のもとに帝国裁判として行わせることに成功した。その裁判では、伝統的な手続きに則っ,って、ハインリヒ三世の無罪が証言され、無罪判決となった。 この敗北の直後、コンダートは、修道士二人を従えて、マールブルクに戻ろうとしたが、マールブルクの南にあるベルタースハウゼンの北西2キロメートルの路上で6人の騎士に襲撃され、獣も諸とも殺害された。この騎士はおそらく、ハインリヒ三世の進化でこの近辺に所領を持っていた、ホンデルンバフ派家の一族老党であったと思われる。コンラートの死から間もない2 3 5年に、 エリザベートは劣勢された。マールブルク城の周りにあった市には巡礼が来るようになり、サンティアゴでコンポステイラやルルドに並ぶ巡礼地になった。中輪原炮白家と関わりの深かったドイツ騎士団は、コンラートの建設した病院やエリザベートの遺産、その中にある今や巡礼地となったエリザベートの墓所を相続した。こうしてマールブルクは都市としての発展を遂げることになり、 やがては、ヘッセンの主要都市の一つとなった。19世紀後半、コンラートの生涯は研究所や小説、さらには演劇の題材として盛んに取り上げられるようになったが、ブームはすぐに去った。エリザベートに対する仕打ちもあって、フランスにはコンラートをモデルとした漫画もあるが、実際のコンラートとは大きくかけ離れた設定になっている。 聖エリザベートの生誕800年にあたる2007年には、ゆかりの地アイゼナ派でミュージカルが初演されたが、コンラートは主役級として登場している。ありがとうございます。